金森よりなり像、金森よりなり漢文11年12月28日は、日田鉱山藩の第5代藩主。4代藩主、金森よりなおの長男。母は、本田忠義の娘。弟に、金森金友、ゴ之助、金森直樹よ、金森重則。性質は、井上正藤の娘。側室もいる。子は、金森より時、金森重爪。 官位は、十五位下、日高か万事二年将軍、徳川家綱に配越する。官文二年十五位下日高かに助任する。官文五年、父の死去により後を継ぐ。官文八年、上岡鉱山を開発し、金森聖の名乗りまで許されていた、鉱山師のモズミムネサダを、よりなりはしかしその贅沢を憎んで、モズミの部下を中殺。モズミは、越前国に逃走した。 これにより鉱山経営に混乱を招き、衰退を招いたと伝わる。漢文11年12月28日、江戸の藩邸にて24歳で死去し、後を長男の来児が継いだ。法法は、承慶院伝閣法、総窓か大古寺。墓所は、大高寺寺。後に、京都市北区紫の大徳寺町の流言院。 富山藩前武との領土協会に関して幕府に訴えを起こした。この訴訟は、よりなりの死の直後に高山藩が勝訴した。また、死因として、上中で起こった会議により病を得た、とする話が伝わる。ありがとうございます。